たちのよく知っているマグマ星、今宇宙で一番美しいと言われている怪獣ローラをお嫁さんにしようと追いかけてきたのだ。でも不幸なことにローランはマグマ星人が大嫌いなのだ。どうしても言うことを聞いてくれないローラにマグマ星人はとうとう腹を立てて、近くをパトロールしていた大鳥ゲンはローランの悲鳴を聞きつけ現場へ駆けつけてきた。マグマ星人を追い払ったゲンは傷ついたローランの姿を追い求めたが、どこへ姿を隠したのかローランを発見することはできなかった。死にそうだよ。まったくしょうがねえな。怪獣だ！
うか私たち親子をお助けください。何枚だ何枚だ。あーあーあっちけおいあっちけ。もうダメだ。父ちゃん死んだまねをするんだ。そうすりゃ母ちゃんも殺さないよ。そうか、じゃあそうしよう。その針を抜いてほしいんだな。父ちゃん大丈夫だよ。痛いなお前。ほらあの針を抜いてほしいんだよ。だってお前相手は怪獣だよ。皆を頼んでるんだぜ。弱気を助け強気をくじくのが男の道だっていつも父ちゃん言ってたじゃないか。よしやってるぞ。俺も男だ。涙？なんだみっともないな。お前こんなことで涙を流すやつがあるかい。我慢しろよ我慢。ほら、うん、あ、大鳥さん、うん、よーし、おい大丈夫か。父ちゃん、おケンジか。大丈夫ですか。ええ、何いいってことよ。困った時はお互い様さ。すごいわ、ケンジ君って勇気があるのね。勇気ばかりじゃなくてよ、優しい愛の心も持ってるのね。あ、そうだ、昔話にもそんなのがあったよね。人間が鶴を助ける話だ。僕も知ってるよ。鶴の恩返しって言うんだ。鶴の恩返しか。はいはい、今開けますよ。ごめんください。はい、あの私ん家に何か。あの表の張り紙見てきたんですけど、うん、もう決まってしまいました。いやあんたね、とてもじゃないけどこの人手不足じゃ。よかった。心当たりでもあるんですか。私を使ってください。だってね、あんたは女でしょ。そりゃやめといたがいいよ。やめときな、給料も安いんだから。構いません、私お金なんて欲しくありません。ここで働かせてもらえればそれでいいんです。さ、社長は怪我人なんですから奥で休んでてください。早く早く。 あんたも強引な人だね。変だな、どうしたんだろう。見てこよ。父ちゃん、あなたはレオ。君はローラ。どうしたんだこんなところで。正体でも知れたら変なことになるよ。分かってます。でも私を助けたためにご主人はむち打ち症になり
お店も閉めなければならなくなったんです。私このまま黙って帰るわけにはいかないんです。しかしあなたにはあの親子がどんなに温かい心の持ち主かわからないんですか。そんなことはない。あの親子がどんなに素晴らしい親子か僕も知ってる。だったら私の気持ちを理解してくれますね。このまま帰るのには忍びないんです。みんなもうわかったね。この娘さんは怪獣ローランだったんだよ。おい、待ってくれよ。カオルちゃん、早く早く。よし、あそこの東電ボールのところまで競争だ。お兄ちゃん、私はみんなより小さいのよ。カオルちゃん、これをつけてごらんよ。早く走れるから。嘘、こんな風車で速くなるわけないわ。嘘かどうか一度試してごらんよ。カオル、そんなに文句ばっかり言ってるんだ。ここで待ってろ。よし、行くぞ。うん、よーい、ダン。カオルちゃん、走ってみろよ。よし、無事だな。俺もこんなの欲しいな。すげえだろ。今度俺んちの宣伝で作ったんだ。みんなにもやろう。の国の風車だね。みんなももらえるといいのにね。でも羨ましがってばかりもいられないのだよ。
その風車をよく見ろ。ローランの羽でできている。襲われた子供たちはみんなこの風車を持っていた。マグマ星人はローランの反応のあるものを次々と襲ったというわけだ。ローランの羽、風車は俺が全部回収した。隊長、ローランの居場所は知っているはずだな。お前の責任でローランを宇宙へ送り返すんだ。いいな。はい。え、私の風車を持った子供たちが襲われたんですって。風車は全部バックが回収した。この次襲われるのは君だ。私ごめんなさい。子供たちを喜ばせてあげられると思ってそうしたのに。気持ちはよくわかる。悪いのはみんなあのマグマ星人だ。みんなに迷惑ばっかりかけてしまって。私帰ります。ローラン、お願いがあるんだ。僕に風車を作ってくれないか。あなたに？マグマ星人を呼び出して倒すんだ。奴は僕の父と母の敵でもあるんだ。私が役に立つことなら何でもします。でもここでは風車は作れないの。父ちゃんな、明日ギブスが取れるそうだよ。よかったね父ちゃん。うん、大鳥さんや星村さんも誘って宴会でもやるか。俺腹いっぱいアイスクリーム食べたいな。バカ、腹いっぱい酒飲むんだよ。これは一体どうしまったんだい。父ちゃん裏へ回ってみよう。聞いたことのあるような声だ。あれは確かこの間助けた怪獣の声と星村さんの声じゃないのか。じゃあ家の中に怪獣が。え、そんなお前バカな。父ちゃん行ってみるよ。おなか。そうだよ。お世話になりました。あの時助けていただいたゴーンは一生忘れません。あんた星村さん。この風車を大鳥さんに渡してあげてください。さようなら。お元気で。マグマ星人は何度頼んでもお嫁さんになってくれないローランをついに殺してしまおうとしたのだ。
かしあの怪獣は本当に心の優しい怪獣だったよな。怪獣なんかじゃないよ、志村さんだったんだよ。うん、お前の言う通りだよ。この村は人間だってああいう優しい気持ちを忘れちまってるんだもんな。まったく頭が下がるぜ。志村さん、子供たちを眠らせてしまう毒の花を持ってきて地球侵略に現れたマーミー星人、東京中を悪い花でいっぱいにしてしまった。しかしカオルちゃんが助けた可愛い白い花のせいがレオと一緒に大活躍。さあみんなで見よう、ウルトラマンレオ。